です。もうすっかり大人の演技でした。フィギュアスケートグランプリシリーズの今季初戦に登場した村上佳菜子選手、秘蔵映像とともに演技をたっぷりお見せします。お楽しみに。8分頃の放送です。もうすっかり大人の演技でした。フィギュアスケートグランプリシリーズの今季初戦に登場した村上佳菜子選手、秘蔵映像とともに演技をたっぷりとお見せします。まだ15歳、浅田真央選手を尊敬しているとても元気な選手です。初立ちとして演技、ぜひご覧ください。名古屋の期待の星が堂々の世界デビューです。週末名古屋で開かれたフィギュアスケートのグランプリシリーズ初戦で15歳の村上佳菜子選手がメダルを獲得。小さい時から見ている私たちも大人の滑りにうっとりです。シニア国際デビューを飾ったフィギュアスケーターの村上佳菜子選手、弾けるような演技を見せショートプログラムを終え2位と、初めての大舞台で力を存分に発揮しました。村上選手がスケートを始めたのは3歳の時、よくお姉さんの後を追いかけていたそうです。8歳の時に出場した試合でも見事なジャンプを決めています。この頃から愛らしいけど堂々とした演技、これは11歳の頃、村上選手はフィギュア以外にバレエを習っていました。その理由を聞いてみると、スケーティング の、 振り付けとかをがすごい綺麗になります。あどけない少女がこの春から高校生になりました。すごいなんか楽しいです、はい、たくさん友達を作りたいと思います。オフタイムにはこんな姿も。最近のこだわりは何ですか？まつげまつげを長く上げる昨シーズン村上選手は大きく飛躍しました。出場したジュニアの5つの大会で全て優勝。得意のジャンプだけでなく表現力も格段の進歩を見せた村上選手、全日本ジュニア選手権で優勝、さらに世界ジュニアでも優勝しジュニア世界女王となりました。村上佳菜子さん、日本。シニア国際デビューとなったグランプリシリーズ NHK 杯。これまでとは違った緊張感の中、3回転の連続ジャンプを見事に決めます。しかし思った以上のプレッシャーだったのか得意のジャンプで転倒。ここから気持ちを切り替え立て直してきた村上選手、しっかりと演技をまとめました。そして結果は嬉しい3位入賞、笑顔がはじけました。表彰台に乗れてすごく嬉しいです。すごい緊張しちゃったんですけど、これで勉強になって次はいつも通り緊張せずできるかなって思います。はい、お化粧もしてとても滑りも綺麗ですしね。もう本当に期待の選手ですよね。ですね、まだ15ですか。そうなんですよ、うん、浅田真央選手をもうお姉さんのように慕っていて、うん、もう真央ちゃんのように滑りたいってずっと憧れの存在なんですよね、うん、もうスケート王国愛知でまた頑張ってほしいと思います。みんな応援してます。